今回は6月末に降下時間は40カウントに情報修正されたノーマル姿かいう計略は指揮音で最も武力の高い味方に武力プラス2と兵種流派2の効果を付与する。兵種アクションを強化する計略としては珍しく全ての兵士を対象にできるから、相手のデッキに一番通りの良い部隊に投げられる対応力のある計略。闇には慣れている。もう飛べんか。さっさと済ませて逃げるぞ。撃つわ。私に続け。敵の力を見誤ったか。突っ込め。突っ込め。もう時間かしら。この私が弓矢ごときに。もっと頑張らないと。私に続け。撃つわ。俺を惜しむな。流派発動。一の方。戦車のみ。へい。因果応報か。私に続け。捕まえてやら。へい。手を出すやつは骨も残らんと思え。空が赤く。引き上げよう。ゾーンでゾーンで。簡潔に言えばバイブモッドドラゴンが兵種流派3のような効果、シシドが兵種流派2のような効果って感じよね。撃つよ。恩に報いるため。まだ終わらないな。撃つわ。この映画と罪を背負い平和の道を行く。死に続け。もっと頑張らないと。五竜王よ、かの者に光の導きを。降下時間が40カウントに伸びたから触れる時間を覚えなくなったのも助かりポイント。今回は残り18カウントまで次の攻防にも持ち越せそうなの。剣豪は範囲が広がることで複数部隊に一斉にダメージを与えやすくなる。兵種流派2の OK がオープン兵士だから剣豪調節に投げても面白いかもね。まあノーマル縛りでは今のとこどこにも剣豪調節はおらんのやけど、今バージョンで情報修正された風間近藤や川上玄さんなど斬撃範囲が広がることの恩恵が大きいカードと組み合わせたりできそうかな。因果応報か。撃つよ。前に出る柄じゃないわ。3の方。流派発動。3の方。撃つよ。爆心さんのみ。捕まえてやら。ワンマンショー、いやジョンマンショーぜよ。ゾーンで。へい。私に続け。引き上げよう。へい。私に続け。へい。神にしてよ。
恩に報いるため。爆戦するのみ。俺を惜しむな。突っ込め。この私が弓矢ごときに。敵の力を見誤ったか。もう飛べんか。戦機解放。まだ時間かしら。柄じゃないな。無理。もっと頑張らないと。因果応報か。捕まえてやら。私に続け。空が赤く。というわけで、獅子と計略の効果時間の残りは数カウントを使うべく敵上へ。式は潤沢にあるから、霊の神速で相手に何かを打たせて帰りたい。罪を背負い平和の道を行く。突っ込め。私に続け。恩に報いるため。私に続け。ワンマンショー、いやジョンマンショーぜよ。私に続け。五竜王の恵みの光を雨と降らせん。やるよ、一族のために。へい。私に続け。もっと頑張らないと。私に続け。私に続け。俺を惜しむな。へい。もう飛べんか。引き上げよう。撃つよ。突っ込め。神に突っ込め。流派発動。身の肩。敵の力を見誤ったか。天に代わって仕置きしてやろう。この映画と罪を背負い平和の道を行く。突っ込め。五竜王よ、かの者に光の導きを。突っ込め。続け。無理。五竜王よ、かの者に光の導きを。突っ込め。続け。私に続け。 I'll be back。この効果にもう少し慣れたら、もうちょっとうまくやれそうな計略。今回は2試合やるよ。あなたが来ることは分かっていた。驚きはない。闇には慣れている。天は我に味方せり。私に続け。敵の力を見誤ったか。光よ、行け。私に続け。計算を間違えましたか。光よ、
き上げよう。私に続け。今だ。捕まえてやら。因果応報か。今だ。俺を惜しむな。まだ終わらないのか。私に続け。恩に報いるため前に出る柄じゃないが。光よ、行け。私に続け。手を出すやつは骨も抜かんと思え。発動。一の型。光よ、抜け。私に続け。行け。光よ、私に続け。そうね。我らが波動は我らの手で作る。この映画と罪を背負い平和の道を行く。私に続け。敵の力を見誤った。光よ、流派発動。三の型。私に続け。流派発動。三の型。私に続け。私に続け。私に続け。因果応報か。引き上げよう。捕まえてやら。手を出すやつは骨も残らんと思え。今だ。今度は俺らの番だ。恩に報いるため。どんどん行く。この映画と罪を背負い平和の道を行く。行け。私に続け。私に続け。私の計算が正しければこれで終わりです。
やるよ、一族のために。ジマだ、私に続け。行け、敵の力を見誤ったか。行け、神に私を続け。なぜ動かぬ、ジマだ、なぜ立てぬ、私を続け。流派発動、身の型、ジマだ。この映画と罪を背負い、平和の道を行く。光よ、五竜王よ、かの者に光の導きを。行け、私に続け。私の計算が正しければ、これで終わりです。引き上げよう。行け、私に続け。私に続け。計算を間違えました。流派発動、身の型、私に続け。命の値は千金だ、惜しむ時にはちゃんと惜しめ。向かい風だな。私に続け、私に続け。俺を惜しむな。光よ、こんなガキの喧嘩じゃねえ。私に続け。俺捕まえてやら。もう時間かしら。ご視聴ありがとうございました。